がうまいのよ。ラーの油を、はーい、はい。どうも、料理研究会の封印されしエグゾディア、リュウジです。ハイボールが5杯集まると、僕の勝利が確定します。今回はですね、エグゾディアが作るえのきですね。えのき料理。他のキノコって 100g で100円ちょっとぐらいするんですけど、えのきってめちゃくちゃ安いんですよ。安売りの時でやると88円ぐらいになってるんで、僕はね、えのきが大好きなんです。こいつをですね、えのきを最高に美味しくする食べ方、こいつをやっていきたいと。リュウジのバズレシピ。材料の紹介は簡単です。えのき、あとニンニク、あとは調味料を概要欄に書いてありますので、そちらチェック。じゃあ今回はまだ封印されてるんだよ。僕封印をやっぱ解いていかないと料理ができないんで、封印されしハイボールを飲んでいきたいと思います。封印されしウイスキーをこちらで準備スタンバイ。あー、ここで頑張ればマイクに勝てるんだから。でやっていきたいと思います。まずえのきなんですけど、これね、皆さんね、どうやって切ってます？これ皆さんね、剥いてから切ってると思うんですけど、僕の切り方なんですよ。ここね、袋ごと切るんですよ、ね、で、このままいきます。はい、これどうするかっていうと、これはね、これちょっとやっていきたいと思います。こうやってね、ちょっとほぐしていく感じですね。ちょっとまとまっててもそれはそれで食べやすいんで全然平気なんで、こうやってもうほぐしていきます。こんな感じでちぎっていきます。はい、でちょっとまとまってても一本一本剥がさなくても全然平気ですから、もうこれで大丈夫です。はい、でえのきって 200g で売ってるやつもあれば 150g で売ってるやつもあるんですけど、僕は 200g 使ってますので、グラムね、ぜひ見て測ってくださいね。えのきがOK であれば、ニンニク、これねすりおろしていくんで皮むくだけで結構でございます。はい、これで仕込みはもう終了です。まずフライパンちょっと温めて、ごま油大体大さじ1杯でございますを入れてください。はい、でえのきですね、はい、をパラッと入れていきます。僕もこんな酔っ払って酒飲んでカクラッチやってますけども、これだけ言っときますけど、酒は悪くないんで、どんなに人間が酔っ払うとも酒は悪くないんですよ。そいつが悪いんで、酒飲んだやつが悪いんで、酒のせいにしちゃダメ。酒で問題を起こさないようにしたいです。本当に私のことは嫌いなんでも、お酒は嫌いにならないでください。炒めたらまあ、すぐね、こうやってしなっとなるんですよ。あんなに傘があったえのきがこんなしなしなになってきます。はい、そしたらちょっと火緩めましょう。緩めて調味料を入れていきます。コチュのジャンです。コチュジャンもね、韓国のやつとかだと結構甘さが控えられてあるやつがあるんですよ。僕はもうこのコチュジャンね、を使っております。で、なんかこういう大さじですくったとしても、こうやって全部ね、ここに入れてください。はい、そして、ケチアップですね。これが大さじ半分ぐらい。で、ここはお酒はえのきにすごくね、コクと深みを与えてくれますね。大さじ1のお酒でございます。で、豆板のジャン、で、こいつは大体小さじ3分の1ね。あと胡椒、入れます。はい、竹鍋専用なので結構ね、ちょっと辛口ですね。おろしニンニクです。ニンニク、おろしニンニクを、もうね、今回もパンチが効いたもんが食べたいんで、味の素3分ね、3分。はい、これでうまみをつけていきます。はい、僕よく言われるのが、リュウジは酒飲みだから酒飲んだやつの味覚が信用できねえとかってよく言われるんですけど、レシピ作ってるのはシラフの俺なんで、シラフの僕が考えてるんで大丈夫です。だから酔っ払いな僕が作っても美味しいものができるんです。はい、これはドキュメンタリーなんです。ということで、まあちゃちゃっと炒めました。はい、これがうまいのよ。これをお皿に持ってきます。もう盛り付けていきたいと思います。はい、おいてぃ。はい、じゃあこんな感じで小ネギとごまとラー油、ヤンニョムチキンのタレで、もうもやし炒めちゃったらうまいんじゃねえのっていう、レシピでございます。これね、マジでうまいから。ごまはね、いりごまの場合はこうやってひねりながらやると香りが出て非常に美味しくなりますので。最後にラーの油です。ラーの油を、はーい、はい。
最高。じゃあこちらで封印される小つまみヤンニョムエンドの完成でございます。はい、それではいただきたいと思います。いただきまんます。香りめっちゃいいですね。あ、辛いけどめっちゃ美味しい。辛さの中に甘みがあるからめっちゃ食べやすいっす。コチュジャンと豆板醤を使うことによって辛みが引き立ってめちゃめちゃ美味しい。うまっ。これはうまい。完全勝利してしまう。うわうめえこれマジで。結構甘さが際立ってるレシピなんで、ここにねほんのひとたたしのお酢、ほんの少しですよ。どうなってしまうのか。あ、めっちゃ合う。めちゃめちゃ進みますね。これはね酒のつまみいいんですけど絶対ご飯にも合うよこれね。常備しときたい。めっちゃ美味しい。じゃあえのき野郎先輩はっす。いただきます。いただきます。うまい。この辛さもう罠じゃないですか。辛い、飲む、辛い飲む、無限ループじゃないですか。インフィニティ、インフィニティ、リュウジンインフィニティです。勇気とマリクの人形戦みたいな無限ループになってます。なんだっけそれ。なんだっけそれ。これうまい。甘さもまたいいですね。辛いだけだったら、結構きついんですよ。甘さがあるから、これヤンニョムなんだよね。この組み合わせがマジで合う。最高でした。よし、ありがとうございます。ズバーさん、ヤニョムエノキはいかがでしょう。僕酔っ払ってますけどもめちゃくちゃうまい料理だと思います。シラフの僕が考えた最高の美味しいヤンニョム系のエノキのレシピなんですけど、この配分最高ですね。ぜひ皆さん久しぶりにチチチチチレグゾジアこういうやつ。いや、こういうやつ こういうやつこう、あの手と足と、頭と、5枚カードが揃うとそのデュエルに勝利するっていう。そうだね、はい、遊戯王ね。でね、あれね、俺のコーナー制限カードだったから1デッキに1枚ずつしか入れられない。今もあ、今もそうなんだ。あるの。あります。あ、エグゾジアデッキ組めるんだ。まだあんな強欲な壺ばっかり引っとけばいいんじゃないの。あれちょっとやってた感が出ちゃう。なんか顔にめっちゃピアスしたマリクの人形みたいなやつがオシリス使ってくる回数。あー、あったかもしんない。ちょっと俺がにわかだってことにバレちゃうから、ちょっと食べてもらっていいですか。